お客さんにもらったカードですか。阿部ちゃんが、トラブル阿部ちゃんがもらった、これ J リーグカード。 J リーグでもないようなカード。でも日本語、地に書いてる。確か日本語で書いてる、これ多分日本のカード。今待ってですか今、すいません急なタイミングこの辺はだから J リーグカードですよ。おー、吉勝、うん、吉勝さん、オリジナル10からちょっと増えた時期。うわオリジナル10も久しぶりに聞いたの。詳しいよな、阿部ちゃん野球のイメージあるけど、サッカーも詳しいよな。ありがとうな、呼んでくれて。じゃあ俺のライブちゃうよ会社が売ってるやつやねん。ちょっとこっち見てほしいな、このチャンネルの方やったら。やっぱ内藤さんクイズね。この辺の選手なんか全然知らんと思うの、海外見てないと。あ、これね、この顔で見せてみて。でも絶対知ってる。え、何、オランダ。オランダよ。ヒント兄弟やな。ああ、わかりました。わかりましたね、どうぞ。ちょうどぐらいあるけど。ちょうどぐらいやる。ファンハール。ファンハールじゃないのよ。あれやろ、監督やろ。監督はファンハールやけど。うん、あ、違う。バルサーとかでもやってたね。正解いく？はい。フランク・デブールですね。いや、知らんわ。あ、デブールか。あ、誰と思ってました？ラウドルップやと思ってました。ラウドルップ。デブールは。デンマークですね。そうか。デブールはパレスか。全然知りませんやんか。全然知りません。古いの弱いんですよ。フランク・デブール、デブール兄弟でフリーキック蹴れて、これとかね、これまあもうクイズとかわからないのかな。これクーマンね。ああ、クーマン。バクーマンの現役時代。阿部さんは好きなチームとかあるんですか。僕ね、久保君もめっちゃ推しなって、今はめっちゃソシエダ見てます。そうだな。うん、だチャンピオンズリーグも追っかけてるという、ソシエダが。シエナメインで。アメちゃん、野球めっちゃ詳しいですか。もう三振スーパー詳しい男で。喋ってみたら、実はサッカーもめっちゃ詳しいっていう。まあ見てるなっていうぐらいですけどね。そのあんまり知識的には分かんない。おお、そうです。そうです。おお、そうです。まあ、そうですか。登板配信か。やばすぎる。ごめんなさい、学生の静かにしますいやいやいや増田君も今から一緒にライブに出る。あ、影山の増田です、お願いします。ごめんね、ちょっと撮って。あ、全然大丈夫です。増田君はちなみにラリーガが好きやね。そうっすね。ラリーガのバルサーが弱い時ぐらいのラリーガが好きや俺と同じタイプの配慮僕は、マドリードが好き。そうや、マドリディスタやね。そうや、だから、はい、ギャラクシー軍団ぐらいの。あ、そうです。そうだね。だからロナウド、ベッカム、ロベカル、ファン・ニステル・ローヒーとかやな、アシージャスとかの時の。そうですね。レバークーゼンとの決勝戦の。ジダンの。はい。あそこら辺から。なるほど、なるほど。レアルは好きです。この後、配信なしで。そうそう、配信なしやから。僕さっき知ったんですけど、90分長いらしい。そうですね。もう90分で長いよな。長いな。最初、ファニーのプレミア会員の方の絵の確かに、ゴリゴリのお笑いのライブと思ってたら、プレミアリーグファントークしてくれたな。確かに最初プレミアリーグファントークって気すんねんけど、プレミアファントークだったんで。でもそこまで鈍いやつとかそこまで生活の中でプレミア入ってないと思うプレミアってワードがちょっとゴリゴリの人が多分来るんで、客の人、お客さん、客の人だから今俺客って言うてもらったらどの人って言い直したけど、客の人ゴリゴリ。ちょっとで片割り君がなんか飛行機が遅れてて、ちょっと間に合わなさそうって言うの。渋谷駅良かったもん、見たもんな。電車で来たもん。電車来ました、今。俺、どっちでもいいのだから。20分ぐらい進まない感じです。クリスマスのあれもあるんじゃん。あ、いやいや、クリスマスのデートみたいな。イブイブにゴリゴリのサッカー。お笑いでもなく。